皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、こんにちは、まさこーちことまさこーちです。ドキュダイチャンネル、まあ、ちょっともう一回お願いします。もう一回はないです。最悪、言ってください。さっきダイエットとさチャンネル、とさちゃん、はい、5日ぶり、はい、なんか疲れてる？疲れてる、めっちゃ遅刻したやん。すいません、どうした？本当申し訳ない。疲れてるの？ちょっと寝ようかなと思ったんですよ、うん、30分寝ようかなと思ったんですよ、うん、それでもギリギリだったんですけど、うんうん、起きたらね、もう1時間経ってました。でもね、はい、寝るって痩せるためには必要なことだから、はい、食べて寝るは太るんだけど、はい、普通の睡眠に関してはカロリー消費するんで、はい、睡眠はすごく重要です。あと体調管理も大事だから、まあしょうがないよね、うん、すいません。疲れるもん疲れるから。最初の撮影から、5日経ちました。はい、はい、で今日をやるのは、まあ、卓球エクササイズの、まあ、ちょっとした、まあ、練習メニューと、まあ、あとはこの5日間どう過ごしたのかっていうのを少しこう感想というか、はい、報告をでちょっと話をして、はい、で、最終的にこの5日でとりあえず体重とあとサイズ感、まあ、ちょっとどれくらい変わったのか、まあ、5日なんではっきり言ってそんな変わらないと思うんですけど、まあ、それでも、まあ、しっかりと言われたことを努力してれば少しは、ね、痩せてるはずなので、そういったところが、ね、結果に出てるかどうかっていうのをしっかり検証していってみたいと思います。はい、どうでした、この5日間。いやね、結構、うん、どうきつかったです。お腹空いた。やっぱきついんだ、うん、量をまず一人前にしなさいと。はい、それはなんとなくはできた。なんとなくはできました。今までよりは少なくできた。今までよりは全然少ないです。タンパク質と、はい、糖質と、はい、あと脂質っていうののバランスっていうのをしっかりタンパク質を一番多く取って、でその次に、まあ、炭水化物、最後に脂質みたいな感じの三角形にタンパク質を一番上に上げて、で、まあ、糖質はある程度で、脂質はなるべく抑えるみたいな感じでやれば確実に痩せるっていう話はしたんですけど、はい、あと運動的な部分どうですか。なんとなく運動できてますか、うん、でも舞台やってるから。そうですね、ある程度運動量、あと声出すのもカロリー消費もあるし、うんうんうん、動きがあればね。舞台の稽古はがっつりなんで今、うん、そういう面ではやってますけど、うん、まあ、強いて言うなら素振りは、素振りが、うん、ある程度1回でもいい、1回でも10回でも全然できてない。できてない、はい、なんでラケットを、うん、出すのが、うん、なるほど。バックからラケット出すのめんどくさい、はい、じゃあ出しとけよ、もうテーブルに、はい、素振り用のラケット、うん、もう常にあるじゃん。だからもう寝ようと思って寝ながらこうやってる、うんうん、それでもいいんだよ。卓球大好きで、卓球大好きです。びっくりしたわ今。めっちゃ卓球好きじゃない人になんかいやいややらしてるみたいな雰囲気出てるけど、卓球好きなの？卓球大好き。そうだよね、うん、興味やってきました。そうだよね、はい。で、もう家だともう出すのが嫌なの、謎だね。多分卓球好きじゃないんだよ。卓球大好きです。いいですね。いきなりね、10個言って10個できたらさ、それは誰だってね痩せるし完璧ですよ。でもやっぱ10個やれって言ってね、2つ3つしかできないと、7つできなかったと、そこで大体の2つ挫折しちゃうんです。でもそうじゃないです、ダイエットって最初は3つしかできなかった、でも来週になったら4つできるようになったっていうのを繰り返していって、で2ヶ月ぐらいしたらもう言われたことがほとんどできるようになりましたと、っていう風に成長していくんです。卓球と一緒です、うん、最初から10個いって10個できたらね、卓球もコーチいらなくなっちゃうんで、でダイエットも僕がね10個いって10個先にポンってできちゃったらもう僕の存在いらないじゃないですか。だからもうできなくても、まあ想定内、ただやっぱできるようにしっかりとさちゃんにも努力してもらって、で僕もしっかりサポート、うん、できる限りねしたいと思うんで、2ヶ月間しっかり頑張っていきましょう。頑張ります。はい、ということでこれから体型エクササイズの部分とあと測定ですね、やっていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしてください。それではどうぞ。はい、ということでこれから卓球エクササイズの動画になります。はい、今回はやっぱどこ痩せたい、女の子的には、部分的には腹、足、腹と足っていうのは、まあ、さっき言ったツイストの動き
あとはまあ足なんで、やっぱり普通はフットワークっていう話になるんですけど、今回は、じゃあ足はそうだな、台上処理にします、はい、で足を前に出して重心をこう前に少しこうかけることによって、はい、この太もものところでね刺激がいくわけですよ。でやっぱ太ももとかお尻とか、まあ、その大きい筋肉の部分に刺激がいくわけですね。でこういう動作っていうのがやっぱ一番体の代謝を上げる、大きい筋肉にアプローチをかけるのが大事です、はい、でフットワークガンガンやっちゃうとその筋肉のアプローチの前に息切れしちゃうでしょ、はい、だからそのフットワークもまあ別にやれるんだったらいっぱいやったらいいんだけど、別にフットワークたくさんやらなくても痩せられる動作としては足を出す足を出すっていうような動きになっていきます、はい、いいですか、はい、で足を出すってことは変な足もう下っ腹を使います、はい、これって実は腹筋も使ってます、はい、この前の動きってなのでこれだけでももう腹筋もちょっと腹筋意識してると、うん、結構くると思う。でさらに今回台上処理なんで、まあ、フォアフリックとバックフリックやりましょう、はい、でフォアフリックのやり方はラケットを振るんじゃなくて開いて回す旋回運動ですか、はい、開いて回すっていう手をねじる動きします。バキッて言うバキッて言う大丈夫、体操してね、大丈夫、はい、でこうひねりを入れるっていうのはこれも痩せるすごくいい動作だよね。こうツイストになってこうねじるっていう動きっていうのはすごくいい運動になります。だからこの二の腕とかね、この太い部分が少しでもシャープになってくると、スマートになってくるというようなイメージでやってみてください、はい、でフォアフリックは開いて回す、こうやって開いて回す、そうでバックフリックは閉じて回す、閉じて回す、そう開いて回す、閉じて回 す。そう、それだけです。いいですか、開いて回す、そうで閉じて回す、それだけでフォアフリックとバックフリックが上手くなる、さらに刺激を与えてダイエットにもなる。いいですか、はい、出して回す回す、でこの時に絶対振らない、はい、そうそう、今度は左足前でやってみましょう、開いて開いて、本来なら右足前なんですよ、台上処理って。だけど左足前を出すことによってちょっとバランス崩れない、はい、ちょっとなんかバランス取りづらいでしょ、そうそうそう、それをバランス崩れないように、あバランス崩れそうを崩れないようにするっていうのがまさに腹筋です、はい、でこれ卓球エクササイズなんで、はい、痩せることも意識してるので、はい、本当は左足前出すことはないんだけど、あえて左足前出してそうフリックすることによってバランスよく足を、シェイプアップしてる、はい、そしたら右足左足交互にやります、はい、さず最初に右足から、はい、右足回す、次左足、左足開いて、そしたら次はバックフリック、はい、でバックフリックは閉じて回す、はい、やっていきます、はい、これも右足からいきます、はい、閉じて回す、そういや動作確認ぐらいでいい、で回す、そう、それぐらいで、そう、それぐらいの近く、今度はさっき言った左足、はい、難しい、難しいでしょ、ちょっとバランス崩れない、はい、そう、じゃあ今度交互にやっていきます、右足左足、素晴らしい、右足左足、はい、
今やりました大腸処理の方法。これね、最初はやっぱりその前の癖がついちゃってやっぱフリック振っちゃうんだけど、そもそも卓球のフリック自体もあまり振ることって実はないんで、あんまりこう動作が大きくならないように振るんじゃなくて回す、振るんじゃなくて回す、これを少し意識的にやってみてください。で、足の出し方も本当は右足前でやることなんだけど、まあ、あえてエクササイズなんで左足のバランスよく右足、左足と交互にやってみてください。はい、で、これもやっぱ動作として、まあ、打球を上手くなるためにも、あとは痩せるためにも必ず素振りをやってください。はい、お願いします。はい、いつもやってるようにね、素振りやってください。いつもやってるようにやります。で、あまりこう、ペンペンペンってやるとこれ全然意味ないんで、なるべくしっかり効かせてると思ってゆっくり、しっかり効かせてると思ってゆっくり、 OK ですね。はい、はい、こういう風に、卓球エクササイズとして素振りを取り入れてしっかり痩せることに拍手をかけていくように、はい、頑張りましょう。はい、ということで、今から測定していきたいと思います。はい、でも、今体重測ったら、はい、これもここで発表しちゃいますけど、しちゃうんだ。しちゃうね。しちゃいましょう。しちゃう。はい、初めが 70.5、 70.5 だったのが今測ったらなんと、なんと 68.3 キロでした。え、2キロ、2.2キロ、すごくない？5日間でこれだから頑張ったんだね。頑張ったんですよ。ほんと頑張ったんですよ。2.2。じゃあまず腹から測ります。いいですか。はい、 85.5。 おぉ、ちょっと減ってる。4センチちょいぐらい。ぽいです。イエーイ。じゃあ足、足やだな。足でしょ。足が、ね、55台。足、いいっすか。 53.5。 お、減ってる、減ってる、これ減ってる、これ減ってるかもしれない。まあ一応テロップでどれぐらい減ったかっていうのは出してます。はい、じゃあ腕、腕どれぐらい出てっけ。これもちゃんとテロップで出します。お願いします。確か29とか、うん、それぐらいだった気がします。じゃあ腕いきます。はい、29。変わってないじゃん。29。変わってない。素振りしてたから。サボったからね、ほら。サボってからだ。二頭筋三頭筋サボってたからだよ。だからだ。おめでとうございます。その努力。すごい。ちょっとやる気出たんじゃない？ちょっとやる気出ました。ちょっとなんかお腹空いてたなとか、ちょっと苦しかったなって思うのが少し吹っ飛んだんだよね。やっぱ結果出ると。はい、これ卓球も一緒でさ、すごい練習してさ、その時はきついけどさ。やっぱ試合でちょっと結果出るとさ、その辛かったことを忘れるじゃん。はい、よかったなと思えるじゃん。まさにダイエットもそうなんですよ。努力したからこそ。でもちょっとの努力でいいんだよ。で、今回ちょっとの努力だったから、はい、それをさらに結構な努力だった。結構な努力だったな、はい、そう、あ、そうか、土佐にとっては、にとっては結構な努力だった、はい、なるほど。じゃあそれが報われたということで、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、これから舞台が入ってしまうので、はい、はい、まあ、ちょっと2週間、3週間ぐらい空いてしまうと思うんですけども、はい、頑張ってもらって、はい、またここからさらにどれぐらい、ね、変わるのかっていうのを期待したいと思います。で、まあ、途中でね、何か相談があればこういうトレーニング追加してくださいとか、こういう食事とってくださいっていうアドバイスをしますので、はい、まあ、その辺はしっかりサポートしますので、今後とも頑張ってやっていきましょう。はい、何か一言お願いします。頑張ります。バイバーイ、また。